いつうざいな。先殺したいんだよな。殺すか、とりあえず。いた。くそ、お前か。おにぎりにさせようかな、こいつも。めんどくさいっけ。はい。いた。え、今何歩くらった ?20 は食らったよね、間違いなく。はい。よし。で、こいつおにぎりになる。で、クロスボウヤーもめんどくさいな。めんどくさいけど倒すか、こいつは。こいつ倒す。こうして、こう。OK。まあ、このおにぎりのデロデロがあるおかげで、もうガシで死ぬこと絶対にないから。はい、命の草を飲めば、HP は5上がるというね。よし、いいぞいいぞ。さあ、足踏みして。あー、トッケイ。はい。じゃあ、ちょっとアイテム回収いくか。投資欲しいな。投資があったらもうクリアと同然なんやけどな、実際。いいね、デロデロがあるね。おにぎり絶対困る。ちょっと安全面を考慮して。これ撃たれる？撃たれるね。あー、撃つなよ、そこで。来い。はい、じゃあ、進んで来いよ。はい。よし、デロデロ。はい、デロデロ。あー、怖い。あー、デロデロ。あー、めっちゃ怖い。はい、デロデロ。はい、お疲れ様でーす。うわーい、なんだよ、お前。掛け軸裏の進め方はね、こうやってデロデロで敵を倒していくという、ね、あーデロデロ、オッケーオッケー。ちょっと怖いからここで HP をやって、やっぱやーあれか、装備ってか守備力が低すぎるか。12回でレベル15結構きついな。あ、ゲイズゲイズ、いらんいらんいらん、どうでもいいわ。スーパーゲイズが怖いだけで、ゲイズはそんなにそんないんだな。ゲイズの怖いところは、あの催眠をかけて、うわめっちゃデロデロなってんじゃん。催眠をかけてこっちを動けなくして、動けなくしてっていうか、なんか混乱状態にずっとさせるんだよね。それでこっち何もできずに死んじゃうとかね。装備をね外されたりするからな。マジ超怖いから、やまびこの盾超欲しい感じがするけど、まあ、とりあえず配合のね、壺がないから、とりあえず進もう。こいつ強かったっけ？あ、強いわ。普通に強いわ。あ、やめて。あー、お前か。お、金縛り、いいね。もう、ツルハシいらんかな？そんな気がしてきたわ。罠1個いらんか？なんか。拾う。よし、とりあえずあいつを倒そう。ほい。回復してから攻撃すればよかった。まあいいや。次倒せる気いいや。で、この水たまりはね、かなり。あ、おっとっと。こういうね、ミスってもこれでなんとかなる。25ね。オッケーオッケー。挟まれたらして終わりやな。大丈夫大丈夫。25だろ。わ、なんか来てるな。なんだお前。とりあえず上で。干渉入れとくか。どっちが新しいんだ。あれ、下手したら死ぬな。いや、これ吹き飛ばし使っとこう。よし、オッケー。5回。こいつはね、装備をね、装備をあれしてくるから、装備をね、錆びらせるんだよ、なんか。レベルっていうか、装備の、その性能を1下げるんだよな。それがちょっと困るから。はい。あ、オッケー。はい。あ、マジで。あ、錆びちゃった。あ、バカ。あ、倒すったん。あぶねえ、びっくりした。運ゲー、ただの運ゲーでした。ここで。あ、そういうことか。勝手に死んでき、そうなったんか。あ、死なんかな。あ、待てよ。キラーは怖いよな。一撃で死ぬことはないけど。あ、来てる。あ、見えたからもう怖くないわ。もう見えたから怖くない。後ろからついてきてるから。じゃ、こいつはこれで倒すか。あれ。何や、お前は。くねくね犯人。はい。こいつはね、レベル1下げるからね。近寄せたらいけないよな。
開かんな。あ、もう、ぽくないよ。別にいいや。大丈夫やろ。多分ね。多分大丈夫やろ。あいつ多分吹き飛んだな、どっかに。あ、もう一回ダメだ、下に行こう。もう、もう怖い怖い。もう無理、もう無理。あ、もう下行こう、下行こう。おー、将軍。将軍、ここで出るんか。レベル16やぞ、俺まだ。罠読んじゃう、これ。読む。飛び出したー。うわー、なんやこいつ。あれめっちゃ落ちるな。うっ、なんかなった。あ、眠った。こいつも眠れ。よし、将軍、将軍、将軍、バカ将軍。よし、あれ50しかもらえないの。いや、こいつ一撃倒せます。なに、なに。いや、大丈夫、一撃倒せる。よし、オッケー。で、こいつは眠らして、眠らしてからのやな。眠らして、はぁ、あ、待て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 、バカ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 。一旦逃げよう。あ、そいつか、そいつなら別に怖くないか。よし、くっ、吹き飛べ。オッケー、もう一個上、吹き飛べ。オッケー、いいぞいいぞいいぞ。あ、来たか。よし、怯えろ。怯えたらあいつは逃げるしかしないからな。どっか行け。よし、オッケー、よし、オッケー、いいぞ。こいつ回転させようか。混乱でこっちこいすんなよ。あ、待って、上のやつが起きたぞ。よし、ほい。お、怯えてる。よしよし、お、よし、倒したぞ。お、100もらえるんや。でかっ。あーっと、待てよ。あ、びっくりした。なんだよこいつ、ビビらせやがって。いや、でも一撃で死ぬわけじゃないよね。怖いな、これ。ほれ、あ、バカが。よし、よしよしよし、オッケー。うわー、めっちゃもらった。識別読む。どうしようかな。識別は、つらつら。お、オッケーオッケーオッケー。あ、出れなくなった。将軍かな。こいつ眠らして、どうぞ。はい、こいつ倒して、よし、オッケー。よし、とりあえず行くか。アイテム欲しいんだな、アイテムが。保存しようかな。あ、ちょびした、バカバカ。こいつは2回攻撃するんだけども、バカめーってな。よし、お命いいね、飲む。どうしようかな。よし、ここで待つか。ちょっと、腹ペコ、腹ペコした、腹ペコ。あー、作ってか。シャンプーに合わせていく。で、おにぎりが、腐ったおにぎりが右下に来るのか。あ、こんなんで。あ、何言ってるか分かんなくなった。集中するな、これ。怖いわ。これか。あ、やってみてみて。おい。あ、こっち。オッケー。何もないな。薬草持ちるの。あー、怖いな。お、なんかこれ、ここかいらんな。じゃあし、あ、もういらんないね。とりあえず進んで。ひん、怖いね、緊張するね。アイテムなかったから、もう行くか。もう行っていいよね。もうゴールしてもいいよね。まあゴールできないけど。とりあえず食べるか。食べる。いい感じ、いい感じ。よし。で、レベルがね、もしね、1下がったとしても、下がったとしてもそんなにね、問題ないんで、次の敵を倒せば必ずレベルが上がるから、このギタン砲使おうか。見よ、このギタン砲の威力。オッケー。まあ、こんな感じでレベルが絶対に上がるけど、待てよ。こうしてと、オッケー。そのまま。あ、なんかいるじゃん。バイバーイ。モンスターのね、ああいういいところはね、必ず踏むからね。よっしゃ、来た、罠の巻物。いいよ。罠の増えるやつがないな。
いいねいいねいいね。どんどん死んでくれ、どんどん死んでくれ。もう HP がね、あいつは高いからな。もうここまで来ると、あ、はいはいはい、で死んでくれ、で死んでくれ。2回で倒せるのでかいな。あ、いた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 。メイン様。わあ、すげえな、ドン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 なってる。お、将軍、将軍。あいや、あぶねえ。あれ、今回なってる。お、来た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 。こいつをぜひ倒したい。いいよいいよいいよ。いや勝手に死んでいくぞ下のやつやばいことになってんな。いやここ結構無敵だな。わわ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 、自動レベル上げだなこれ。 B と A 同時押しで足踏みするんだけど、これずっと押しときゃいいな。あ、いいね。うわー、ちょっと終わんねえなこれ。ちょっと大部屋使うか。大部屋使って増えてんなー、すーげえ。よっと、大部屋使っておとぎそ飲むか。敵多すぎ、終わんねえ。でも装備がクソなんだけど、やっべえマジで。どうでもいいよこいつら。どうせ攻撃、オドロばっかりなんだろ。オドロと、オドロとなんだっけ、ゲドロか。マジで眠ってしまえ。はい、これなおにぎりか。いいね、おにぎり。はい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 。罠、罠欲しいな。あれなんやろ、棍棒でも何でもいい。あ、棍棒があるんだっけ。あ、お金か。あれ、棍棒なんかどっかなかったっけ。ないのか。罠、罠増えるやつ。はい、眠れ。あ、怯えるんか。なんやこいつら。あ、あ、なんでお前が。よし、オッケーオッケーオッケー。あー、もうどう、ちょっと多すぎだろこいつら。罠で増えるのやめようぜマジで。あー、ちょっとちょっと危ない。はい、ベミスタバカした。ほら、オッケーオッケー。あー、もうマジ地獄、ただの地獄。あー、もういいよ、もういいよ、もういいよ、もう。あー、やばい、やばいやばいやばい。お、ガイバラ先生、これガイバラ先生に話しかけるともう地上に戻れるんだけども、しません。うわー、しかもここあれやん、バネのところじゃん。くっそ、これバネでね移動する場所なんだよ。だから、その通路があった、普通にあった。モンハウ、モンハウ。うわ、どうしようかな。で、罠の巻物とりあえず読んどくか。読んでから。む、い。あれ？あ、やべえ！あ、最悪。うわ、最悪。うわ、もう一回罠使いたいけどもったいないな。しょうがないな、これ。そうか。うわ、最悪、超もったいねえ。なんでここに行くんだよ。ツルハシなかった、積んどったぞ。積んではないけど、ほぼ積んどったぞ。わあ、ツルハシもったいねー。だからどこにあんだよ、普通のところに戻してくれ。いや、そこしかないと。マジで、うわ、マジで。え、なんも通路ないじゃん、最悪じゃん。うわあ、最悪。あ、終わった。マジかよ。なん、どっかないと。
もう最悪。あるじゃん。なんだよ、最初に探せばよかった。くっそ、すげえもったいないことした。あるじゃん、こういうところに。うわー、ツルハシなくなっただけじゃん。くっそ、なんだよ。しかもこれ全然マップないじゃん。あー、うわー、しかもな、倒せんだよな。ほら、やめて、やめてこない。痛い。よし、オッケー。あ、罠。まず探してからだな。あー、シールドねえかな、シールド。いや、しかし俺超運悪かったな。まさか掘ったところ全部ないなんて。しかもバネで飛んだところあそこってひどいぞ。あー、やめてー。寝てろ、怯えてろ、怯えろ。ほら、どうして、怯えてんのよ貴様。いいえ、バカが、くらえ。よし、オッケー。あー、罠いっぱい増やるやつないな。あー、強いやつおるじゃん。うわ、入ればっぽい。おにぎり食べるか。食べる。力が3も下がった。ふざけんなよ、普通1とかだろ。食べる。うーわー、てつ、こいつおにぎりにしよう。はい、てつ食べよう。はい。あ、そんなに、あ、いいよいいよ、全然問題ない。全部花になって何も問題もない。よし、じゃあとりあえずおにぎりは、あ、おにぎり、食べとこうか。食べ、食べよう。あ、食べる。うまい。あ、また3も下がった。やべえなーこれ。どっかで力回復しないと回復できねえんだよな。いや、いいよ、戦わんでもいける。俺は戦わずして勝つ。よし、飲む。道具どっかにないかな。あと、あー、装備を外す罠。うわー、来てる。はい、お疲れ。はい、お疲れじゃん。どうしよう、来ないよなこれ。一回殴る、うわ待てよ、いや待てよ、一回殴られるのじゃねえわ。一回殴られたら終わる可能性があるな。骸骨窓吹っとくか。嫌なところにあれやな。あ、鈍足か、いいね。鈍足いいけど絶対おにぎり不満もんなあいつ。どうしようかな。不満の分かってたけど、まあしょうがない。左から来んなよマジで。うわ怖え、これマジ巨大か。これ食べていい。一応君食べとこう。はい、アイテム整理して。あ、盾がある。乗られても関係ねえ。こいつされたらまずいけど。あ、おにぎり最高じゃないか。よし、来たー。さあ、お前もおにぎりになるんだ。よし、じゃあ来た。おにぎり強え、マジで。うわ、来たー。あと装備を変えれるやつを、あれだな、探すしかないな。装備は外せるですか。もうレベル20になろうがなんだろうもな、いいよ、もうレベルとかどうでもいい。あ、やべ、マジで行き止まりなんて、はひどいよ。よし、あ、全員おにぎりになってる。よし、いいぞいいぞ。外せるやつないな。だって右下もだってもう積んでるやろ。よし、もういいや、もう下行こう。99回きついぞ。うん、とりあえず、あれ、ほら、はい、さよなら。戦わずして勝つ。誰やつ。
ユータルスか。盾がある、盾があるぞ。いやでも実際鉄鋼の盾だけで十分だよな。よし、降り降りよう。関係ない関係ない、もう俺は戦わずして下に降りるだけ。いやーなんか来てるよマスターチキュー。死ぬ、下手したら死ぬ。どうしよう、とりあえず金縛っとくか。はい、で外国妻と振っとくか、右に。いや場所替えするか。はい、ここからどうすんだよ。罠が全然ねえじゃないかよ。金だけがある。あー金縛りが解けた、ふざけやがって。あガイバラ先生、あー盾見切り、最高じゃないか。おにぎり食べよう、食べる。よし、いいぞいいぞ、別にいいよ。ヒーロー、え今来る、今来るのか。あ今来るのか。あどうしようかな、困ったな。罠の巻物を呼んどくか。うわ全然増えてないじゃないか。逃げろ逃げろ、あーそっちに逃げるんじゃない、危ない。うわこれちょっとまずいぞ。うわこれどうしよう、これ干渉いける、いけるやん、なんで。うわなんか来てる、なんで来た。ギリいける、よし。あミノタウスの会心で死ぬ、前に来んなよ。落とし穴が最高じゃないか。眠らしてくるくる回るか。ふむバイバーイ。よーし、あー怖いわー。てかまだ装備外すやつないと、マジでふざけやがって。あもう読むか、関係ない関係ない、もう読んじゃう読んじゃう。早く罠を外すやつが欲しいんだよ。見切りはマジ最高だからな。うわ罠増えるやつないな。うーんくっそ、ここであったら最強だったのにな。あおにぎりどんどんなってる、よしいいぞいいぞ。うわバカ野郎、ミノタウルズ、ミノタウルズが来てる。くるくるなる、よし、いいぞいいぞ。下手したら死ぬな、これない。お前目回っとんやないんかい。よし、いいぞ。はぁ、あ、あ、いた。お前うざいな。外国窓同窓か。うわ、なんかいっぱい増えた。ふざけんなよバカバカ野郎。うわこれ死ぬじゃんマジで。うわどうしたらいいんだこれ。え、むしろモンハウ、うわ貫通効果持っとけな。うわこれ無理じゃん。これモンハウでモンスター変わらんかな、変わらんか。いや変わらんよなモンスターなんて。うわこれどうしようもねえじゃん。あーくそ、身代わりの杖があったらな。てかなんで見つからんの、てかなんでお前踏むんだよ。いやここはワンチャンかけるしかない。変わった、いっぱい増えた。生還してるー。あ、そっか、99回は行ってないんか。あー。くそー。くそー。
なんで装備外すやつないと。てか、オドロのところが一番最悪やったな。というところでね、今回はここまでにしたいと思います。では、ここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃあねー。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、チャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。